皆さんこんにちは。ドラマなどで活躍を目にする俳優さんたち、演技以外にも歌がお上手な俳優さんが多いのをご存知でしょうか。演じるだけでなく歌もうまいなんて羨ましい限りですよね。今回は歌がうまい俳優をランキング形式で紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。第10位、城田優。ドラマ表参道高校合唱部では廃部の危機に瀕した合唱部を立て直す顧問鈴木有明を熱演。自慢の歌声を生徒たちに披露しながら指導する姿を見せました。またミュージックエリザベート、ロミオ&ジュリエットなど人気作品にメインキャストで出演しています。城田さん、山崎育三郎さん、尾上松也さんの3人からなるユニット曖昧でもコンサートを開催するなどの活動をしています。綺麗な顔に王子様的な佇まい、美しい歌声で多くの人を魅了しています。さらにヒット曲のカバーにも定評のある城田さんは J-POP カバーアルバムもリリースしています。第9位、須田将暉。ドラマ「パーフェクトワールド」の主題歌「間違い探し」が大ヒット。作詞作曲プロデュースを米津玄師さんが務め話題になりました。またこの曲で NHK 紅白歌合戦に出場しました。歌うだけではなく自ら作詞作曲も行うシンガーソングライターとしてツアーを開催するなどアーティスト活動も積極的に行っています。力強い歌声、歌詞メロディーに魅了される人が多いようです。他にもたくさんのアーティストとコラボしており、あいみょんさんやバウンディさん、クリーピーナッツなど須田さんの交友関係の広さがうかがえますね。これからのアーティスト活動にも期待が持てます。第8位、織田裕二。織田さんの代表作となったドラマ「踊る大捜査線」の主題歌「ラブサムバディ」は大ヒットしました。織田さんがメインキャスターを務める世界陸上でもおなじみの「オールマイトレジャー」は2007年の大阪で行われた世界陸上の公式ソングとして起用され、耳に残っている方も多いのではないでしょうか。これまでにアルバムを10枚以上リリースしていることからも織田さんのアーティストとしての人気の高さがうかがえます。かつては歌番組にも多数出演されていた織田さん、今の織田さんの歌声も聞いてみたいですね。第7位、新田真剣佑。近頃の活躍ぶりをよく目にする新田さんですが、あまり歌を歌うイメージがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はミュージカルにも出演されています。花より団子ザ・ミュージカルや岸谷五郎さん作演出のゼロトピアなどのミュージカルで歌声を披露してきました。また全米シングルチャート12週連続1位を記録したザ・チェーンスモーカーズのクローサーをカバーしました。バンドから初の日本人アーティストへのコラボのオファーで実現しました。海外からのオファーも受ける活躍に、主演主題歌の両方を担当する日も近いかもしれませんね。今後ますますのアーティスト活動が期待されます。第6位、ディーン・フジオカ。ドラマ「シャーロック」では主題歌「シェリー」を担当しました。インドネシアでは本格的に音楽活動を開始しており、自ら作詞作曲プロデュースも手がけていました。またラップ歌手としての活動もしています。楽器の演奏もこなし、中でもビートボックスはテレビ番組でも披露する腕前です。歌手としてアジアツアーも行っているディーンさんがトップ10入りしているのもうなずけます。第5位、中村倫也。理性が話題の中村さんが話題になったのがディズニー実写版アラジン主題歌ホールニューワールドです。 NHK 紅白歌合戦でも日本語版吹き替えでアラジン役を担当した中村さんとジャスミン役の木下遥さんがパフォーマンスを行い大いに盛り上がりました。中村さんはこれまでにもレント、ロッキーホラーショーなど人気作品に出演。歌声からは過去の経験の積み重ねを感じます。演技力だけでなく歌唱力の高さも表立った中村さんの今後の活躍が楽しみです。第4位、高橋一生。ドラマ「東京独身男子」に出演。同ドラマの主題歌「君に会いたい Dance with you」を担当しました。初のオリジナル曲はエレファントカシマシの宮本浩次さんにお願いしたいと熱望した高橋さんの依頼で実現しました。ミュージカルでは
天保12年のシェイクスピアで主演し美声を披露し、第45回菊田一夫演劇賞を受賞しました。普段話す低音からは想像がつかない繊細で、広い音域の歌声には定評があります。ドラマなどで発する声も歌声もどちらも素敵な高橋さん、主演ドラマの主題歌を担当されるのを楽しみに待ちましょう。第3位、福山雅治。俳優というイメージよりもアーティストのイメージが強い福山さんですが、1988年アミューズ10ムービーズオーディションの合格で芸能界デビューしました。映画ほんの5グラムで俳優デビューした福山さんでしたが、もともとミュージシャン志望だったためにその後のオファーを断っていたそうです。しかし尊敬するミュージシャンの石橋亮さんや山田達夫さんが出演するということで、出演した TBS ドラマ愛はどうだで挿入歌グッドナイトがスマッシュヒットしました。その後は俳優活動と並行しながらのアーティスト活動も軌道に乗り、数々のヒット作を生み出し、今ではトップアーティストとしての知名度の方が高いとも言えるまでになっています。長い間にわたってトップアーティストでいられるのは、男女問わず人気の低音で色気のある独特な声にあるのかもしれませんね。年を重ねてますますその声に磨きがかかるのが楽しみです。第2位、山崎育三郎。 NHK 朝ドラエールに主人公の幼なじみ役で出演しました。主人公と共に音楽で一時代を築く人気歌手を演じました。ドラマ内で山崎さんはプリンスと呼ばれていましたが、ミュージカル界でもまさにプリンスで、レ・ミゼラブル、エリザベートなど人気ミュージカル作品に多く出演し絶大な人気を誇っています。その才能はミュージカルソングにとどまらず、オペラ、ポップスなど幅広い年代やジャンルを歌いこなせる多才ぶりです。曲の魅力を引き出す歌唱力と歌声は2位に選ばれるのもわかる話ですね。第1位、松下洸平。 NHK 朝ドラ「スカーレット」でヒロインの夫役でブレイクしました。松下さんは CD デビューをしており、自作曲に合わせて絵を描きながら歌うペインティングシンガーソングライターとして活動をしていました。数々のミュージカルにも出演しており、演技とともにその美しい歌声も披露しています。俳優活動の合間を縫って自身の音楽活動を行っていて、YouTube チャンネルで自らが映像編集したミュージックビデオを配信したり、年1回のペースでライブも開催しています。近頃では自らが出演したドラマの主題歌を担当したアーティストとコラボして音楽番組に出演したりと、アーティストとしての活動も目立っています。特に切ない気持ちが伝わってくる高音が素晴らしいと評価されています。堂々の1位を獲得した松下さんのこれからの活躍ぶりから目が離せません。いかがでしたでしょうか。芸能界という芸の世界に身を置くだけあって、演技だけでなく歌のうまい俳優さんたちはたくさんいらっしゃるのですね。テレビドラマを見ているだけではわからない俳優さんたちの歌のうまさを聞いてみるのもまた違った魅力が見えてきて良いかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。